究極の黒パンは本当に究極なのか、履き心地よく動きやすくいい感じですと、すごく気に入りましたという声をいただいて、洗濯方法なんですけども、ね、ちょっとここでお伝えしておきたいなと思います。はい、本日ですね、究極の黒パンは本当に究極なのかというところをね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。ということで、今現時点で僕が履いているね、こちらの黒のパンツなんですけど、これはね、僕今までいろんなパンツ履いてきたんやけど、気に入ったシルエットのパンツってなかったんですよ。大体気に入ったシルエットのパンツがある時ってロゴが邪魔してるっていう時があって、でまあそれやったら自分で作ってみようっていうことで、いろいろ考えて、もちろんサイズ感とか生地感とか、今後これからもレビュー出てきますけども、履き心地とかシルエットでノースのロゴなしやろぐらいに思ってたけども、実はとかっていうコメントがいただいたりとか、ノースフェイスのアルパインライトパンツとかと比べるとどうなんかとかっていうお声もいただいてますし、あとね、デメリットのところでね、ゴミがつきやすいとか、なんかいろいろそういうお声もあったりしたんで、あと洗濯方法なんかもお伝えしていきたいなと思います。早速ね、読んでいきたいなと思います。もうこちらの黒パンね、販売しては売り切れ、販売しては売り切れということで、今回かなり多めに生地を染色して作ってもらいました。でね、このパンツなかなか人気でね、すぐ売り切れちゃってたんで、レビューとかお伝えできなかったんでね、今からねレビューをお伝えしていきたいなと思います。ではまずね、一つ目いきたいなと思います。履き心地よく動きやすくいい感じですと、すごく気に入りましたという声でいただいて、生地もね、いろいろ選んだんですよ。まあ、こういうアウトラストっていう生地がね、何種類もある中でどういうのがいいかなって言ってこう見ていって、その中でもこれ全部ね別の生地なんですよ。10オンスあるってここに書いてあったりするし、他にはこういう8オンスってもうちょっと軽めのねやつがあったりするんですけど、その分ちょっとこう薄いグレーみたいになってるんですね。ちょっとこのあたりやったらホコリがつきやすいとかで、最終的にはこれにしたんですね。こういう綺麗な黒のやつにして、これがね9オンスあるってことで作ってるんですけど、まあ、一番時間かかったのはとにかくね生地選びなんですよ。だから一番かかってるから、履いてもらって履き心地がいいって言われるのね、嬉しいなと思います。次、サイズ感もよく、ストレッチ性も効いてるので履いてて楽ですと。これね、パンツがねこういう感じでストレッチが効いてるので、見た目ねテイパード効いてて細くなってるんやけども、膝とかも全然曲げてもね問題ないようには作っておりますので、これ伸びひんやつやったらね、このサイト目やったらめっちゃ引っかかるんですよ。だからまあこれまた後で言おうと思ったけど、究極のコーデュロイパンツとか究極の中綿パンツとかいっぱい作ってるんやけど、それもね伸びひんってなってくるとサイズ変えなあかんとかあるんですけど、今回これに関しては伸びる生地なんで完璧なサイズ感で仕上げることができたと。で次が164センチ58キロですが、ちょうど M サイズで良かったですと。でワイドパンツがトレンドじゃないですか今ってね。やけどテーパードの細めのシルエットが良いので、こちらドストライクでしたと。でハイテク素材のアウトラストが上品な風合い、デザインもかっこよく大変気に入りましたというお声とか、175センチ67キロでアルパインライトサイズだと M なんですけども、 M 購入したらちっちゃかったんで L に交換してもらいましたと。で僕今履いてるのが、僕ちょっとダイエットっていうか筋トレしてるので細なって今 M で履いてるんですよ。だから商品画像では L 履いてるんですけど、今現時点では M サイズを履いてます。だからこの方も同じぐらいなんで、どっちでも多分いけたんちゃうかなと思いますけども、そんな感じでした。2本目の購入ですが、非常に洗練されて動きやすい黒パンです、最高ですと。次、動きやすいし形が綺麗ですと。品質とか細かいことは分からないですが超おしゃれです。こんだけこだわったけど品質分からへんって言われたらショックやけど、まあ後々知っていただいてもね、こうやってここで、あ、そうなんやって知ってもらっても嬉しいかなと思いますので、このアウトラストはね日本でもね3社か4社しか扱えないんですよ。でそこの1社さんと、生地を下ろしてもらって作ってると。これがね広島県にあるね山陽線香さんっていうところなんですけど、もうそこはね染色で有名なところで、アウトラストの生地も、取り扱いしてるという感じです。次、リピ買いさせていただきましたと。お気に入りのパンツになり、これからも良き相棒になりそうですという横声でありがとうございます。で次、高田さんの YouTube いつも見てます、すごくいいなと思ってまして究極の黒パン購入させてもらいました。ほんまに履き心地も良くて何とも言えない気持ちよさと、動いてもノンストレスで楽で色合いもすごく綺麗で、まさに究極の黒パンですねということで、まあ、サイズ感も丈もジャストですごく気に入りましたということなんですけど、サイズ感もね丈をちょっと足長い人は足りひんかもしれんけど、僕とかぐらいやったらね全然丈は足りるようにしてて、あんま長すぎるとシルエット崩れるんですよ。ここにクッションバメバって立てたまるから、それが嫌なんで、こう無駄なクッションがあんま出えへんようにはしてます。これもね2回か3回ぐらい作り直したんですよ。丈が気に入らんくて長かったんです。アルパイライトパンツとかやったらちょっと長いんですよ。だから長いからもうちょっとこう綺麗に見えるようにっていうことで何回か作り直しました。他の方、初めて購入させていただきました、究極の黒パン、そんなにふさわしい名前ですねと。生地感、履き心地、シルエット、全てにおいて最高ですと。特に生地が自分好みで一発で気に入りましたというお声でありがとうございます。まあさっき言った9オンスってデニムが大体ね13オンスとかなんですよ。だからジーパンってそう考えたら分厚いなと思うんですけど、ジーパンは冬を履くと寒いんですね。ただ9オンスやけどアウトラスト使ってるから冬でも意外といけるみたいなレビューが後で多分出てくると思うんですけど、9オンスってね絶妙なんですよ。夏でもいけるし冬でもいけるっていう感じなんやけど、ただその代わり普通の9オンスじゃ全然寒くて無理なんですけどね、またそんなの見てもらえたらなと思います。次、172センチ62キロのちょい短足
気味です。シルエット丈感バッチリイメージ通りでしたということで、サイズ感はアルパイランスと同じ感覚でいいと思います。アルパイみたいにロゴもないので使い回しは抜群の黒パンだと思いますと。ただ少しウエストのゴムがきつめなので、私より体重ある人は M がいいかなと思います。参考までにということでありがとうございました。ウエストね、おそらくきつく感じる理由っていうのが、このね一周全部にゴム入ってるんですよ。後ろにも入ってるし前にも全部ゴムが入ってるから、もしかしたら表記よりきつく感じるのかもしれないんですけど、まあ後のね丈感とかに関しては皆さんまあ納得っていうか、あの表記通りだと思うんですけど、ウエストだけねちょっと気になるって方もいらっしゃいましたね。注文して翌日に届きましたと。迅速な対応ありがとうございますということで、サイズはおすすめ通りでぴったりでした。170センチ64キロで S サイズということです。まあとにかく履き心地が最高ですって皆さん言っていただいてね、まあ嬉しいなと思います。で近畿圏内やったらだいたい翌日に届くんですけど、関東とか行くとさすがに翌日やと届かない。たまに北海道の人で明日届きますかって言われるんですけど、佐川さんがもう奴隷労働して寝ずにも目の下真っ黒になっても多分届かへんと思いますので、それはちょっと場所場所では当日届かないかもしれないんですけど、ご了承ください。次169センチ68キロウエスト78センチで太もも太めで M か L か迷って股下に合わせて M サイズを購入と、結果的には M サイズぴったりでしたと。1週間以上履いた感想としては伸縮性がありってスウェット感覚で楽に履けますと。まああの言ったみたいにこうウエストが全部ゴムやから、あのいちいちここ外すんって邪魔くさいじゃないですか。だから、まあ、極力ずっとヘビーに履いてほしいなと思って全部ウエストにはしたんですけど、まあ、それはそれで僕にとって弊害があってベルトループつけれなかったんですよ。だからそれはね、あのお客さんからも何人か言っていただいてて、ベルトループ欲しかったですっていうお声もあったんで、ベルトループをつけたバージョンっていうのも、あの黒パンはもうこれで完成してるんですけど、別の究極パンツ系はねベルトループもありでいこうかなと思ってますので、皆さんまたあのお声ありましたらぜひぜひ教えてください。今後チャコールやベージュなどのカラー展開も楽しみにしておりますということで、カラーに関してはさっき見てもらったカラー以外のね別注カラーっていうか、別に何ぼでもカラーは作れるんですよ。ここに出てるのはね白とか、あとまあベージュとかネイビーとかブラックとかだけなんですけど、別に赤とかも作ろうと思ったら作れるし、濃いブラウンも作ろうと思ったら作れるんですけど、まあこれはこれでね仕上がったから黒パンは黒パンでいいかなと思ってて、次は冬用のコーデュロイのパンツとか中綿パンツとか、なんかそういうのでちょっと出せたらいいなと思ってるんですけど、まあ黒パン以外ももしかしたらそこまで要望があればね出したいなと思ってますので、よろしくお願いします。で次、嫁蔵さん、急な住所変更ありがとうございました。めちゃくちゃ特定な話やな。そしてすみませんでしたということで、確かにパッと見ると普通の黒パンな感じなんやけど、履いてみると確かにシルエットがいいしかっこいいパンツでしたと。今週末の休日にでも早速履いてお出かけしたいなと思いますと。これはねめちゃくちゃ計算して作ったって最初も言ったんですけど、だから何も考えずに履いてほしい。黒のパンツなんて上なんでも合うでしょ。上が黒であろうがグレーであろうが白であろうが赤であろうが黄色であろうが、上何着とっても下の黒パンなんか何でも考えんと合わせるんですよ。でその時にわサイズ感ちょっとあれ太いから微妙かなとか、今っぽくないかなとか、靴に合わへんなとかも思っても、だいたいこういう綺麗なシルエットのパンツって靴何でも合うんですよ。サンダルでも合うしね、ブーツでも合うし、スニーカーでも合うから、まあとにかく迷ったら履いといてくれというふうに思って作ったので、そういう思っていただいて嬉しいです。で、あこれですね、少しゴミがつきやすく感じましたということで、商品到着してから何回履いても履きやすく気に入ってます。ただ1点気になった点っていうのは、素材のせいか黒なのかわからないですけど、少しゴミがつきやすいですと。そこ以外は対抗ですという答えだったんですけど、一応ねこれが今回アウトラスト使った中で一番ホコリが目立たへん素材では作ったんですよ。でそれもいろんな素材で黒ゴム作ったんですけど、他やっぱつきやすかったんですよね。だからこれが一番つきにくいっちゃつきにくいんやけど、素材がどうしてもコットンが入ってて天然の風合いがあるんですけど、その分ホコリが多少ついてくるっていうところは、これ化学繊維を使っとけばねつかないんですけど、天然繊維がちょっとどうしても入ってるので、もうここはね、まあ、申し訳ないとしか言いようがなくて、それ以外のね撥水の加工とかは多少かけてるんですよ。ただホコリがつかない加工っていうのができないので、まあ、申し訳ないんやけど、まあそれやったら次はまあ化繊化学繊維で作ろうかなと思ってるんですけど、そんなお声もありがとうございます。173センチ75キロのメタボ体型ですが、タイト寄りでもルーズすぎるわけでもなくジャストサイズでしたと。だからまあピチピチの細いのあんま好きじゃないので、ピチピチまでいかんけど、まあ足は綺麗に見えるっていう普通ぐらいな感じなんですけど、丈の長さもぴったりで、まさに私のためにあるように感じますと。また素材の質感が最高で高級感もあり安っぽく見えないのでいいですということで言っていただきました。でこれ皆さん誰も言ってないところなんだけど、僕結構こだわってるんやけども、ポケットを普通ってこの縫い目、アウトサイドって言うんやけど、このアウトサイドの縫い目に沿ってポケットって大体みんな作るんですよ。だけどそれの角度を斜めにしてるから手が入れやすいっていうところが僕の注目ポイントなんですよ。普通横からやったらこうやって手入れやなあかんから、ちょっと入れづらい時ってあるじゃないですか。でも自然とこうやってみんな入れてるけど、こう斜めに入れるのってめっちゃ使いやすいなと思ってやったけど、誰も言ってくれない、誰もそれは言ってくれてへんけど、まあ一応そういうのはこだわってます。細かいことやけどね。で次、究極のクルパン届きました。丁寧な対応と迅速な発送感謝いたします。ジャパンメディアの洋服が欲しすぎてお小遣いを貯めるべく禁煙して今回ようやく購入することができました。ありがとうございます。期待してた通りめちゃくちゃ気に入りました。パーカーなど他に気になる商品まだまだあるので、いろいろ購入したいと思いますということでいただきました。嫁蔵さん、タコさんのサインもいただけて満足ですと。あのサインくださいって言ってくれたら全然サイン送るので、たまにね今でも言っていただけるんですけど、ありがとうございます。本日届きました。注文してめっちゃ早かったですと。サイズ XL でバッチリでした。動画見たイメージ通りで履いてにんまりしてますと。休日の外出で年中履くと思います。
ということで、ほんま1年中履けるんでね、あの冬も履いてください。 170cm61kg で M サイズ購入しましたと。迷ったんですけども、バッチリでしたと。高澤さんの生地や機能へのディテールのこだわり、随所に感じられる素晴らしいパンツですというところで、確かパンツ1発目やったんですよ。あ、2発目か。 G パン作って、それはワイドめに作ったんやけど、今回シルエットにこだわって作ったっていうところで、生地もそうなんやけど結構作り直しもしたんで、僕が履いただけじゃなくて友達にも履かしたりとかして、人間の体的に、ね、どうやってハマるんかっていうのもやったんで、よかったなと思います。こんなこと言ってたら終わらんから次行きますね。履き心地シルエットともに最高です。 SM 迷いましたが S で正解でした。 174cm65kg、太もも太めということで、あんまりねサイズのことに関してはね、皆さんねやっぱ伸縮性があるからこの辺には悩んでないみたいですね。どっちかというとウエストだけで、太ももとか丈に関してはみんな悩んでないけど、ウエストだけ悩んでるっていう感じですね。迅速な対応ありがとうございますと。ノースフェイスのアルパインライトパンツのシルエットに近く、どんな服装にも合わせられそうで満足してますと。マジでアルパインライトベースで作ったんですよ最初。そしたらとんでもないぐらい違うのが出来上がったんですよ。だからやっぱりあれって化学繊維で作ってるのとコットンで作ってるのって全く違うかったですね。だそれ以降丈詰めたりとか、ポケットの配置変えたりとか、シルエットちょっと変えたりとかして、何回かやりました。で 172cm69kg で M サイズを購入しましたが、 L に交換させていただきましたということで、生地は、ストレッチが効いてて、シルエットもスッキリしててとてもいい感じですと。多分サイズはね上げてもらってもね崩れることそんなないので、あの商品ページ見てください。僕今 M 履いてて、これは綺麗やなって思う人いてるかもしれんけど、商品ページで L 履いてるから、うわ L 履いてると確かにちょっとクッションはできてますよ。丈は長くなるからクッションはできてるけど、シルエットが崩れてるかというと多分崩れてないと思うので、まあそんなところ見てください。履き心地もよく気に入りました。別カラーも期待させてもらってます。ありがとうございます。別カラーね、特に何色がいいかってまたコラムとかで聞いてみても面白いかもしれないですね。履き心地が良くて究極に最高ですということで、 174cm62kg、 普段29から30インチ履いてたので M サイズ購入しましたと。ウエストのゴムがしっかりしていて締め付けられたので L に交換させていただきました。やっぱりそうですね、ちょっとウエストが人によってはきついって感じる方もいらっしゃるみたいです。黒パン届きました。 170cm78kg の私にはジャストで XL サイズでしたと。気に入ったのはポケットの角度でした。そう、他にはない感じで良かったです。白 T にバッチリの1本ですねということで、裾の長さは自前で3センチカットしましたということなんで、まあ人によったらもしかしたらウエストベースで合わせるとちょっと長いかもしれないですね。僕も L で合わせるとちょっと長いので、その時は切らないとダメなんですけど、まあウエストがねきついと履いてられないので、まあウエストをまあベースで合わせていただいて、ちょっと長かったら丈ちょっと僕ら詰めるのはやってないんですけど、お近くのお直し屋さんとかでやっていただくことになりますが、よろしくお願いします。次、黒板届きました。シルエット質感、ポケットの角度、どれをとっても最高でしたと。あ、これ僕動画で言いましたね、ポケットの角度ね。ほんまにまさに僕がこだわってるところ全てをね言っていただいて嬉しいです。ただ1点、ポケットの中が少し深いかなと思いましたと。結構深めですねっていうところもあったりして、あ、なるほどなと思って。僕この角度にした理由っていうのがね、自転車僕乗るんですよ。でその時に浅いと車輪子乗った時にね、これはピョーンって出てきるんですよ。で出てきて落ちるんですよね。だからGパンとかって結構浅いと思うんですけど、あれしちゃうと落ちちゃうの嫌やったから、結構深めには作って、でそのおかげで落ちないんですけど、まあ、人によったらそれがちょっとどうかなっていう方もいらっしゃるので、ちょっとポケットの方は次回考えたいなと思います。ちょっと黒パンはこのままですけど、中綿パンツとかコーデュロイパンツでね、ちょっと考えたいなと思います。太ももが太くてなかなかいいパンツに出会えなかったんですが、本商品はそれも克服できて、綺麗めに履くことができて大変満足ですと。結構太もも太いとかスポーツやってたからがっしりしてるって方多いけども、まあそういう方でもあんま気にすることないみたいな感じですね。1回目の販売時、購入を考えてる間に完売と。2回目販売時に販売をお知らせしてもらうようにすぐに完売して購入できずということで、3回目で予約購入できましたって言っていただきました。ありがとうございます。最高でした。サイズ違いで M も欲しいです。 170cm56kg、 この方は S で購入されたみたいですけども、もう1個上も欲しいと。で次、名前の通り究極のプロクロパンですと。まず何と言っても履き心地がいいと。アウトラストの生地でオールシーズン履けるのがいいと。ただキーホルダーを引っ掛けるようにこの辺に D 缶つけたらどうやっていうお声もいただいて、確かに D 缶をつけれるようになんか生地を入れるってことなのかな、まあ、そういうお声もありましたと。そして、本日無事届きました。裾の長さもいい感じでサイズ感バッチリでした。生地が伸びてくれるのですごく履きやすく、これからの生地説に、活躍してこいです。マジで最高の黒パンツを手にしましたという方でいただいたりとか、本日黒パン届きました。肌触りや履き心地、ポケットの角度、さすがの一言ということで、これから大活躍間違いなしですということで、次、今回購入を決めてからサイズをずっと悩み、身長は拓斗さんと同じぐらいやけど、足の太さは明らかに自分の方が太いし、 L と XL 相当悩みましたと。ただ結果的には L でしたが、まあ、窮屈ではないんやけど XL の方が良かったかなっていうことも思ってて、まあ、履き比べができないっていうのがちょっと残念ですと。まあオンラインやからね。ただまあオンラインで履き比べできないので、僕サイズ交換はね一応無料でやってるんでっていうことはもうこの方は知っていただいてたみたいなんで、その際はねメールいただけたら無料でサイズ交換させていただきますので、よろしくお願いします。あとね、購入し休日毎日履いてます。暑すぎず寒すぎず、形やサイズ感、着心地など全てにおいて究極ですということで、履きすぎて洗濯して色がうっすら落ちてきて悲しいので、中性洗剤洗ったのかなと思いましたということで、洗濯方法なんですけども、ね、ちょっとここでお伝えしていきたいなと思って、洗濯方法はねどうするかというと、やっぱりコットンを使って染色してる。これはちなみに製品染めではないです。要は完成した後に染めて
てるわけじゃなくて生地の段階で染めるので、製品前に染めてるんですよ。だから要は先染めっていう状態なんですけど、先染めの方が染色が持ちやすいんですよね。で後染め、製品後に染めちゃうとやっぱ抜けやすいっていうのがあるので、染色製品前に、まずはこれ染色してるんですけど、まあ、色が抜けづらいんですけど、それでもやっぱり洗っていくと抜けやすいと。でそういう時どうするんかっていうとね、これをデニムと同じ感覚でひっくり返してください。裏返してもらってネットに入れてもらうだけでだいぶ色落ち変わります。だからうわちょっと色落ち気になってきたなっていう方はひっくり返してもらうだけでね、で問題ないです。特に多分気になるのって、こういうウエストのクシュクシュクシュってこう伸縮してるところとか、この辺りって色落ちしやすいところなんで、まあ、ネットに入れていただいてひっくり返していただいて、あとおしゃれ洗いしてもらうといいかなと思います。やっぱり乾燥とかでギュってやるとやっぱ熱で余計染色も逃げやすかったりするっていうのもあるので、ネットに入れて裏返しておしゃれ洗い、これをしとけばね結構持つんじゃないかなと思います。ちょこちょこ質問いただいてましたんで、お伝えしてきました。で次、60過ぎの親父ですが、ん見た目ガチガチの綿パン、早速着してみると、ん履きやすい、なんだこの感触、自然に笑みが、これが第一印象ということで、言っていただきました。今年の4月に娘の結婚式が宮古島まであるので、行き帰り履きますということで、喜んでいただいて嬉しいなと思います。まあ、またそのね、黒の色味がちょっと薄くなってくるっていうのは天然素材ならではの風合いでもあるので、色が薄くなりたくないっていう方はやっぱり化学繊維のもの、ナイロン、ポリエステルのものやったら、色は薄くならないので、やっぱそれだとどうしても味気なさはちょっと出てくるのでね、多少は仕方ないかなと思うんですけど、洗濯ね気をつけていただければなと思います。でね、一件ね残念マークついてて、予約注文してから到着まで待ち遠しく忙してしまうようで申し訳ありませんでしたと。東京が雪の日の前日に届き、早速雪の中テーパードのためか風も入らず生地も薄めの予想以上あったかく感じましたというふうに喜んでいただいて、この後呼んでも喜んでいただいてるんですけど、多分押し間違いやと思いますけどもね、そういうふうにいろいろありがとうございました。他にもね、もう紹介しきれてないぐらいのレビューが皆さんいっぱいいただいてるんですよ。本当にありがたいなと思ってて、ただその別カラーであったりだとか、まあポケットがちょっと深かったとか、 D カンつけたらどうとか、そういうお声とかっていうのを次の商品とかであったりとか、まあ何かしらにこう反映はさせていこうと思ってますので、まあどうせ言っても意味ないけどなとかっていうんじゃなくて、全然言っていただいてね、改善していきたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、今回黒パンの紹介させていただいたんですけども、まあこれも定番商品で出していくつもりなんで、別に急いでこれ買わなとかっていうわけじゃなくて、あちょうど黒パン欲しくなったなっていう時なんかにね、また思い出していただけると嬉しいかなということで、本日はですね、究極の黒パンは本当に究極なのかという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。